大便虐殺とは、ベトナム戦争時の1966年1月23日から2月26日にかけて、ベトナム便林ン省で韓国軍が市民1200人を虐殺した事件のこと。1966年1月23日から2月26日にかけて韓国陸軍首都機械化不評師団は南、ベトナム便林ン省大村県。 大便村の15集落の村民1200人を虐殺した。2月26日には同部隊は並行して便安村の住民380人を虐殺した。この事件は韓国軍事政権下で隠蔽されていたため、韓国国内では最近まで知られていなかった。米国のウィリアム・ウエスト・モーランド国防長官は事件について韓国軍は 米国とベトナムの部隊と緊密に協力していたが、米国の統制下ではなく、別個の戦術的存在であったとして、韓国軍が独自で言った虐殺であると説明している。異例碑には、ディープリー・カーブ・ザ・ヘイトレット・アゲンスト・ザ・アメリカン・アグレッサース・ヒア・オン・フェブラリー・に、1966サウス・コリアン・マーセナリーズ・アンダー・ザ・コマンド・オブ・アメリカン・インペリリスッツ。 マスカード380ピープルと刻まれている。ありがとうございます。